店を置く、地方銀行。愛称橋が銀。滋賀県内に本店を置く、金融機関では最大規模。融資は県内シェア4割を占める。同県の指定金融機関を受託する。近年は県外での法人取引に注力するため、拠点を新設する動きが活発である。2016年6月には、2013年に、 新設した京都支店法人戦略室を格上げし、京都戦略室を新たに設置。京都の人員体制を増強し、コンサルティング業務を中心に、法人、個人向けの営業を強化する体制を敷いた。大阪府内には、大阪市、高槻市、平方市に店舗が設置されているが、高槻市の支店は、滋賀県長浜市にある店舗、高槻支店との区別のため、 最寄り駅の阪急高槻市駅より阪急高槻市店と表記されている。また、平方市の店舗も平方市店ではなく、所在町名及び最寄り駅の京阪木屋駅から牧野市店とされている。いずれも2019年時点。現在の店舗の詳細は、公式サイトの店舗 ATM のご案内あるいは、滋賀銀行店舗のご案内を参照。 2021年11月現在、乃木坂46、乃木坂46東銀行には、イメージキャラクターが存在しており、名前は滋賀之助、滋賀之す滋賀之のは東銀行の宣伝部長で、小白町で、大見商人の子孫、プロフィール、ありがとうございます。